今月のかがり火なくなったじゃん。皆さん4月 25?6?25 だったかな。かなんかに予定されてたかがり火が5月の22に延長したんですけど、5月の22予定あって出れない、かがり火出れないため、しばらく大会は出れません。まあ、大阪というか関西も今コロナやばいんで遠征できないし、遠征もできなければかがり火もないので、まあ、あるんだけど出れないので、しばらく大会は出れますね。おとなしく今やってます。じゃくれ、それ俺に、それくんね、俺に。俺の方が有効活用できるんだけど。おげー、生きてる。いや、彼女とデートとかそういう軽薄な理由ではない。彼女とデートで代わり引かないのはちょっとさすがにやばい。それはさすがにやばい。もっと大事な理由、さすがに。彼女とデートでかがり火行かなかったらですね、多分ね、さすがにちょっとプロじゃないわ、さすがに。それ やってるんですよ。漏れた。あえての、あ、すいません、すいません、すいません。もろた。あ、取れねえ。火力が高い。おいしょ。あ、なあ、うん、チャンス。おい、負けちゃうって。まあ待てよ。おいしょー。なあ、無理、そもそも。死にそう。よし、奥義やるか。はい、いや、これね、強いんですよね。奥義なんだよ、これ。しかもこれ、地味にこれジャンプ上がりに当たるって言ったけど、これちゃんとその場上がりにも当たるんで。警戒するんですよね。ガード張るんだよね、全員。これね、マジ、パクってみ、これ。強いから。いや、これ普通に立ちにも当たるんだよ。これ立ちにも当たるんだよ、相手。まあ、身長低いキャラには無理だよ。ピカチュウとかに無理だけど。ベヨ弱ってやつけど。ベヨ弱い？スマブラやめて、マイスね、見ようや。ベヨ、弱いんやったら。その弱いキャラ使うのやめて。今見ようや。多分ガノンよりは強いと思うけどな。ベヨネット。重いし、この人。ミホのブルボンはね、俺もなんか最初はそんな評価高くなかったんだけど、
割と最近はマジで評価高いんだよね。アニメ見たからとかじゃなくて、普通に可愛い。私服がち可愛いんだよね。持っていない。残念ながら持っていない。オグリとマルゼンスキーと、日本のブルボン持ってないんだよ。それ以外は大体持ってた気がする。まあ、元の衣装のテイオーとマックイーンは持ってないけど、新衣装持ってるからまあいいかな。ごめーん、そんなことあったな。痛い、これあんまり痛くなかった。やりゃおりゃー、全然当たってない。あらら、きつい。さよならさよならサマーソルトキック。ネイチャーを彼女にしてる人が多すぎる。いや、ネイチャー可愛いからな。てか俺アニメのネイチャーマジビビったんだよな、可愛くて。別にゲームのネイチャーもめちゃめちゃ好きっていうか、まあ、トップ3ぐらいには俺好きなんだけど、アニメのさネイチャー出てきた瞬間にビビったわ。嘘やろ、マジと思ったんだよな。普通アニメネイチャーパワーすごかったわ。ゲームの日じゃなかったパワー。ゲームもマジで強いんだけど、アニメですやばかったわ。うち強くないじゃん。はい、ライブのネイチャーやばかった。いや、わかる。やっぱな、あれだよね、やっぱ夢をかける聞くときは大体あそこにネイチャー立たせるもんな、基本的に。中央はさ、やっぱ人によってマックイーン立たせるか、まあ、テイオー立たせるかみたいなとこあるけど、あそこのあの右、まあと、まあ左かに、ネイチャー大体置くよな、とりあえず。おいしょー。